200人、ね、もう以上もできるんですけども、はい、なんでできるかっていう秘密がですね、もう他の人では絶対動かせない顔の筋肉を動かせるからということなんですね。顔のブレイクダンスみたいなもんです、っていうか顔がこうウェーブしていくみたいな、だから下からこうブーンってこういう、下からこうブーンってこういう、すごいね。それでは改めてもう一度、これをモノマネに応用するのに、はい、モーフィングをちょっと入れたんですよ、はい、だから例えばその、まあ、自分のこの普通の顔から三河さんに変わって、画面で見てよ、森進一さんに変わって淡谷、うん、先生に変わって最後五木ひろしじゃあいきますよ、まず三河さんから、はい、うん、でこれから森進一さん、おふくろさんよ、でこれから淡谷先生、でこれから五木ひろしさん、こういう風にして、すごいすごいすごいわ。プロってのはモノマネ違うんです、モノマネを超えた一つの芸やねん、ね、五木ひろしさんではないんですよ、もうね、コロッケの五木ひろしというものを作って